はい、では、テリオン編第4章のうち、ノースリーチかな、やってまいりました。はい、ということでね、ちょっとね、ストーリー始める前に見て、この人、どこかで見たことありませんか？は？旅の薬師、様々な病や怪我に関する知識を有し、またとても高度な跳躍技術も持ち合わせている。彼に救われた者は数知れず、しかし救うことができなかった者もまた数知れない。ほら、アーフェン編で出てきた彼ですよ。お、ちょっと盗めるもの盗んどきましょう。盗んどきましょう。これは、あ、キャーン、やばい、これあと2回で失敗しちゃうんだけど大丈夫かな。あ、よし、オッケー。じゃあちょっと話しかけましょうかね。いいだろう。そう、オーゲンさんなぜかここにいるんですよ。さあ、これで心配はない。もし熱が出たらこの薬を飲みなさい。ありがとうございます、薬師様。礼には及ばん。あの、もしかして私前にもお世話になったことが。さて。あら、記憶にないですって。ずっと前、幼い頃にお会いした気がするのです。うん、直したかもしれない。私は昔この町に暮らし、薬師をしていた。妻が亡くなってから長い間旅に出ていてね。あ、ここか。ご実家というか、気が向いてふと立ち寄っただけだ。嬉しいです、ずっといらしてください。アーフェン連れてきた方が良かったかな。メリッサ、メリッサっての奥さんですよね。君の命日だ。合わす顔もないが帰ってきたよ。あ、薬師オーゲン、その後、あ、ちょ、気になるじゃんこれ。お家どこよ。ここじゃない。あの、オーゲンさんのお家知りませんか。あ、ここじゃない。へえ、この後日談みたいなのもあるんですね。ちょっと待って、ちょ、あれ、ここは、ここ違うのか。その後ってなってるけど、どっか行っちゃったのかな。あ、いるやん。お墓ですか。メリッサ、妻に好きだった花を手向けたいのだが、今では数が減り取れなくなってしまったらしい。思い出草という花なのだが知らないかね。あ、で、ここで止まるわけか。なるほど。まあ、持ってたらそれを渡すんでしょうね、思い出草ってやつ。あー、じゃあ行きますか。気になる方はね、ぜひこのゲーム買ってやってみてください。ちょっとメインストーリーではないので、ちょっと進められそうだったら動画に残したいかなって思うけど、とりあえずやりません。はい。あ、でも会えたの嬉しいね、その後ね。こういうキャラクター他にもいるんでしょうかね。じゃあやっていきましょう。ストーリー、よし、行くぞ。ノースリーチにたどり着いたテリオン、緑竜石と黄竜石を求めやってきたが、そこはダリウス一味支配された無法地帯だった。行きます。前回までのあらすじ。2つ目の竜石、緑竜石を求め、ウェルスプリングの闇市に潜入したテリオンだったが、そこで再会したかつての兄弟分の盗賊ダリウスに緑竜石を奪われてしまった。しかし、まあ情けない目をするようになったな。誰も信じたくない、そんな目だ。ダリウスの言うことは当たっている。もう誰も信じない、そう決めていた。しかし、コーデリアとの別れ際、私はあなたのことも信じています、そう言われた言葉がなぜか耳から離れない。かくしてノースリーチにたどり着いたが、もうコーデリア嫌いなんだけど。ここがノースリーチか。ごめんね、ちょっとあんまりね、特定のキャラのディスりは良くないと思うんですけれども、もうあんまり好きじゃないので、あの手の女性は。なんだあれは。やめろ、それは私の荷物だ。不快に思われたら申し訳ない。そんなもの分かってんだよ、こせってんだ。こら、話せよ、こら。ちょ、泥棒、誰か捕まえてくれ。オーゲンさんがいた町だから、そんな物騒な町には思えないけどな。諦めな、あんた相手が悪いよ。え、衛兵は、
その衛兵も連中を怖がって手を出せないのさ。この町の常識だ、連中に狙われたら諦めるんだね。そんな、あーかわいそうに。くそったやりたい放題だな。町の住民も皆息を潜めている。これも奴の仕業なのか。もうダリウスでしょうね、ボスは。おい、おい、あいつ、ああ間違いない。あれ、ちょっとお尋ね者になってない？関わるな、目を合わせるなよ。あ、後ろの、よう、あ、あんたに飲ませる酒はない。今日は店じまいや、とっとと出て行ってくれ。わかった。ちょテリオン気づかない？こいつは俺の人相書きか。このものに関わったものは理由を問わず、ダリウス様に逆らう意志ありとみなす、命はないものと思うべし。あ、先に手が回っていたね。だがこの町を支配しているというのは本当のようだな。あらら、テリオンさん。テリオンさんって酒場が好きだよね。別に好きなわけじゃない。人が集まるところには噂が集まる。それに酒っていうのは固い口を緩ませる力があるんだ。へえ、そういうもの。酒場は大人が交流する場だ、ガキには分からん。ちょ、子供扱いやめてよね。私はね、5歳になる子にはもう商売してたのよ。ほう。3軒の酒場に毎日お酒を配達してたんだから。酔っ払いの相手も手慣れたものよ。ほう、大したものだ。でもお酒の匂いが苦手でクラクラしちゃうのよね。やっぱガキだな。かわいい。もうええー、やん、かわいい。もうトレサと一緒にお店やんなよ。超兄弟みたいな感じやからさ。おい、あ、わざわざ乗り込んでくれた、大した度胸だ。なんだなんだお前らは。いや、名乗らなくとも見当はつく。どうせダリウスの手下だろ。あ、分かったよなら話が早いや。おい、野郎ども。数を頼みにするとはダリウスのやつも落ちたものだな。なんだと、なんだと。減らず口もそこまでだ。助けを期待しても無駄だぜ。この町ではどんな騒ぎを起こそうが衛兵が駆けつけることはね。ふん。そうとも、この町の連中はダリウス盗賊団に恐れをなしているのさ。なるほど、なるほど。お前らはその家を借りてるってわけか。うるせえ。ほんといるよね、親分が強いかって自分も強いやつになった気分になってる勘違い野郎いるよな。ぶったたいてやる。行くぞ。剣が効く？なるほど。はい。ね、そこあり。何が効くかな？炎は？あ、効かない。行きましょう。よいしょ。こーん。さあ、どうだ。ラストアクト来るか？来い。あー、来なかったけど大丈夫。お、剣が効く。弓は？弓効かないか。まあそこまで強くないですね。よいしょ、吹っ飛ばせ。輝きたまえ。なかなか。よいしょ、よし。いや、もうサイラスが本当になんかどの属性使わせても強いなこいつ。本当によ。よし、ナイス。ふう、口ほどにもないやつめ。ナイス。しくしょう。うせろ、命まで取るつもりはない。
いい気になるのも今のうちだぜ。どの道てめえはこの町で死ぬんだ。ん？助けを呼んだか。そう、一人現れたら三匹現れるな。なぶり殺しにしてはまだ飽きたらねえ。いいか、もう逃げ場はねえぞ。観念するんだな。くそ、全員相手にするのはさすがに無理か。まずいな。おやおや、何を陽気なことらしくありませんね。ああ、ああ、湯の執事、なんだっけ、ヒスコート。そう、なんで来たの。ちょっと待って、あの女もいる、もしかっていなくていいよ。ヒスコートだけでいいよ。ここまでは追ってこないはず。めっちゃ疲れとるやん、大丈夫？どうした？息が上がっているぞ。当たり前です、それが老いるということです。やっぱ年には勝てんってことか。若者には想像もつかないでしょうが、老いれば肉体も精神も衰えるのです。俺にこの腕輪をはめた時には全く年を感じさせなかったかな。かつての帽子でしたからね。あれは身につけた技というやつです。その技も衰えつつありますが。どこで覚えた、そんな技？うん、いや、言わなくてもいい。その通りです。あの屋敷の警備についてもだ。盗賊家業の経験があるなら説明はつく。盗みに入る側の心理というものを知り尽くしたものだった。おお、やはり気がついておいででしたか。私全く気づかなかったよ。では少しばかり老人の思い出話にお付き合いください。私が先代様と出会ったのはお嬢様がお生まれになる前のことです。ほう。あの頃の私はちょうど今のあなたと同じでした。この世に盗めないものはない、そう自負しておりました。それがなぜレイバース家の執事をしている？あなたと同じですよ。お屋敷に忍び込んでみたものの、見事に捕らえられてしまったのです。あ、そうなんだ。先代様は捕らえた私に取引を持ちかけてきました。衛兵に突き出さない代わりに一つ願いを聞いてほしいと。龍石を守ることになる我が子をどうか助けてやってくれとね。それを律儀に守っているということか。腕に自信があればあるほどしくじった時の屈辱は大きいものです。あなたもそうだったはずです。その通りだ。この腕輪を見るたびに思い出す。あんたにしてやられたとな。私も同じですよ。盗賊家業から足を洗うしかなかった。盗み先で情けをかけられたとあっては盗賊の直れです。そうか。ですがあの屋敷で盗賊の誇り以上に大切なことを教わりました。あんたほどの盗賊がその誇り以上のものを。ええ、人から信じてもらうこと、そして人を信じることの尊さを。それはあなたも聞いたでしょう、お嬢様の過去を。ああ、今のあいつからはとても想像できない。この世のすべてが敵、そう思い込み誰も寄せつけようとしなかった。
ですが、日々の積み重ねがお嬢様を変えていきました。積み重ね？ええ、私を信じてもらうためにお嬢様を信じることを続けたのです。裏切られたことで負った心の傷は信じることでしか癒せないのですよ。それを知るからこそお嬢様はあなたを信じているのです。かつて自分がそうされたようにか、はあ、さて昔話はこれぐらいにいたしましょう。うん。ダリウスという盗賊から奪われた竜石を取り戻さねばなりません。そうです。そうだな。私はもう老いてしまった。ここからはあなたにお任せいたします。まあ、だろうなと思いましたよ、はい、あなたを信じていますよ。お、ああ、任せておけ。あんたたちの期待は裏切らない。行ってくる。まずダリウスのアジトを見つけ出す。きっとどこかに手がかりがあるはずだ。はい。デリウンさん、ずいぶんとご苦労。だが他人を羨んだところで俺の過去や生まれが変わるわけではない。泣き言を言うよりも手を動かした方が有益だった。それだけだ。同情も説教もいらん。もちろんそのつもりありません。私が言いたかったのは、テリオンさんは自らの境遇について世の中や誰かを恨んだりしませんでした。普通の人なら誰かを恨んでしまうもの、そんななかった。あなたはきっと、あれ、パッパのスーパーチャット来ないんだけど、あれスーパーチャットじゃないや、スーパーチャじゃないや、チームチャット来ないんだけど。ほう。まだ俺を探してるようだな。様子を探らせてもらおう。おい。多分あれでしょ、あの教会でしょ、きっと行かなきゃいけないの。どうにも逃げ足の早いやつでして。野郎ども。言い訳やらねえ。草の根分けてでも探し出せ。おかしらやつに賞金までかけているんだ。必ず見つけ出せ。お前らも大金を手にするチャンスだぞ。へい。いいか。はい。教会だろ。知ってるよ。うん、やっぱりあっち行ったもんな。なるほど。部下に命令を出せるってことは、あいつは一発の幹部だろ。あいつを尾行すればアジトも分かるはずだ。はい、よし、行きますわよ。こっちね。そう、ここにね、教会がありましたね。おお。で、ここが壇上になってんのかな。でもそこまで広いダンジョンには見えないけど、教会だし。よし。ほう。アジトはこの寂れた教会か。一見何の変哲もないが。中入っちゃった。あ、え、なるほど。地下への階段が隠されていたか。おそらくアジトはこの下だな。あー、ここ男女になってんのか。だがこのままだと潜入も難しいだろう。やつらの仲間に見た目もなりすまさなければな。変装道具探しに行く。はーい。盗賊の服を盗む。よし。あ、先生、オーゲンさんがいるんだけど。誰か盗賊の服持ってませんか。盗める人、盗める、あ、あいつか。盗もう。
いつめどこに行きやがって、早く見つけないとまたどやされちまう。下っ端のようだがまあいい。おいおい、こっちだ。お、あ、てめえは。こいつバカじゃないの本当に。野郎どこ行きやがった。下っ端ってちょっとおバカちゃんなんですかね。ええ、こいつ、あ、てめえは。うさぐろ。ダリウス率いる盗賊団の下っ端、仕事も金もなく自暴自棄になりたどり着いたノースリーチへ盗賊団と出会い、これ幸いと軽い気持ちで盗賊団へと入団した。大した信念を持ち合わせていないので仕事も雑。盗賊の服、ほい。あ、ちょ待って、やばい、あと1回で終わってしまう。ちょ、あ、でもね、ここね、1000円なんですよ、これ。安いよね。で、80% やで。よいしょ。はい。まあ、1000円だからいいけどさ。はーい。すいませんでした。よいしょ。ち。はい、リターンズ。よし。身ぐるみ剥がしてこの服はいただいていく。しばらく眠ってろ。はーい。ええ、じゃあ廃教会ね。あ、ちょっと待って、こいつなんか復活のオリーブ持ってたよね。クソ、盗むの忘れた。先に盗んどきゃよかった。さあ行きましょうか。ちょっとダンジョンちょろちょろして、また次回はボス戦スタートから始めようかな。ほう、やはり見張りがいたか。待て待て、何者だ。よし、こいつらはどうやら新入りだな。年も若いようだ。ならてめえら、あ、お前俺と同じターンの下っ端じゃねえか。くそー、騙せなかったか。下っ端はテリオンってやつを草の根分けても探し出せって私だぞ。ほらほら、持ち前戻れってんだ。もっと偉いやつから服を盗む必要がありそうだな。嘘でしょ、やり直し。あらららら、盗賊幹部の服、じゃああれじゃん、あの武器屋の前にいたあいつの服を盗むしかないよな。あらら、この辺にいなかった？いない。下っ端の服はダメなのか。あれ、どこにもいないんだけど。ああ、びっくりした。あ、こいつだ、いたわ。おい、何て、てめえは。見失うの早くない？ちょっと幹部もおバカちゃん、しょうがないわね。ちょっと探ろう。ふむふむ、ダリウス率いる盗賊団の幹部、もともとは自身も別の盗賊団を率いていたが、その部下たちを捨ててダリウスの元に着いた。この世は金が全てやと思っており、そのためであれば仲間さ躊躇なく裏切る。 55%。 おいしゃ。あー、やべ、また取るの忘れた。もういいや。はい、ほんと失敗から学ばないやつの典型ね。よいしょ。はーい。さあ、これで、いけるかなと思います。いや、どうや、なんか、オクトパストラベラー100万本だっけ？セールス。まあ、海外も含めてらしいけど、突破したみたいですね。さて。さて、いくか、この服があれば。このゲームの感想については終わったエンドロールの時にじっくり話そうかなと思っておりますので、はい。やはり見張りがいたか。待て！
はい。ほう。見たところまだ若い。こいつはどうやら新入りだな。それなら、あ、またドヤス。てめえら！てめえら！新入りか、幹部の顔を見忘れるとはたるんでるな。申し訳ありません。どうしてちょ？ほうほう、まあいい、今日のところ許してやる。だが次はねえからな。幹部を名乗って侵入しようとするそんな不届き者が来るかもしれん。怪しい奴を通すんじゃねえぞ。わかりやした。はい。アホが相手で助かりましたね。お邪魔します。まあこんなものか。ただバレるのも時間の問題だろう。急がなければ。あっ、 おいここを通せ。俺は幹部だ。お頭に緊急の報告がある。あ、怪しい奴め、幹部を名乗ったってそうはいかねえぞ。おい、てめえ何やってやがる。おこだよ、うん、そんな間抜けが幹部がいるか。てめえ身ぐるみ剥がされてるからな。お、パティチャット、サイラ先生かな。あ、来た。デリオン君、彼ら組織としての統制が全く取れていないね。仕事が楽で助かる。君にとってはそうだろうね。この組織を束ねる者も必要最小限の統制しか求めていない。所詮ただの盗賊団だとかが知れてる。ただ私はそれだけとは思わない。ダリウスとやらにとって組織の連中はただの道具、仲間とは思っていない。他人を信じていないのだろう。そうか。はい、よし。じゃあちょっと今回ここで終わりにしておきましょうかね。廃墟か1か。じゃあ次回はここちょっと探索して一気にボスまでカットして飛ばして、それからボスやりましょうかね。まあ多少探索動画として残そうかなと思っております。はい、ということでご視聴いただきありがとうございました。